ジウィンガーは、日本のプロレスラー。本名、岡野隆史。1992年8月2日、千葉県船橋市の船橋オートレース場で開催された、WING の大会で、プロレスラーとしてのデビューを飾った。そのデビュー戦は、タッグの試合で、組んだ相手はジ、ジアイスマン。その対戦相手は、ヘッドハンターズであった。 やがて WING を離脱して1994年に IWA ジャパンのマットにデビュー。それからおおよそ2年間を IWA ジャパンに活動した後、1997年から大日本プロレスに参戦し始めた、その間に数年間だけ、素顔、本名でリングに上がっていた。その後、シャドウウィンガーとして1998年に、 BJW 認定タッグ王座を獲得99年には BJW 認定ジュニアヘビー級王座を獲得するとさらにその翌年第日本プロレスとの高層下にあったコンバットゾーンレスリングのタイトル CZW 世界ジュニアヘビー級王座をかけてトレントアシッドと対戦し勝利した二千二年には横浜で BJW 認定ジュニアヘビー級王座を 再び獲得。やがて大日本プロレスを退団した上で2005年からフリーへ。2006年よりアパッチプロレス軍、その後プロレスリングフリーダムズの所属となった。なお古巣の大日本にもスポット参戦の形で出場し続けている。また2006年に設立されたブレイブスというプロレス団体では、 ゼネラルマネージャーを務めている。2012年11月23日には、新木バファーストリングで、レスラー生活20周年記念工業、自由人万歳を開催。2014年1月13日には、横浜にぎわい座で自身プロデュースの工業を開催する。2014年の KFC タッグ王座戦では以前、 所属していた大日本のグレートソロク会長とチームショーエネとしてタッグを組み優勝して初代王座を獲得している。2016年11月17日には自身のデビュー25周年記念大会が行われた。2017年年頭よりウィンガー本人と連絡が取れず3月末の契約公開に応じなかったためフリーダムズを自由契約となる。 学習院中、高等科出身。最後に3カウントさえ取れれば、相手を痛めつける、必要性はないという頭脳的省エネ殺法は、俗に学習院スタイルと言われる。ありがとうございます。